レッスン79問題が解決されるように私の問題を分からせてください何が問題かを分かっていなければそれは解決されません 本当はすでに解決されているのだとしてもあなたはまだ問題を抱えていることになるでしょう。というのもあなたはそれが解決されていることを認めないでしょうからこの世界では誰もが自分だけの特別な問題を抱えていると思っています。 それらすべてを解決する一つの回答が受け入れられるならそれらの問題はどれも同じだしまた一つの問題なのだと認められることになります。あなたは今答えを持っていながらいまだに何が問題なのかはっきりと分かっていません。 長期にわたって連続したいろいろな問題があなたの前に立ちはだかっていて一つが解決したと思えば次そしてまた次と問題が発生するように思いますそれらには終わりがないように思えます問題から完全に解放され心穏やかにいられる時間などありません いくつもの問題があるとみなそうとする誘惑は、分離という問題を未解決のままに保とうとする誘惑です。この世界はあなたに膨大な数の問題があって、そのそれぞれに異なる答えを必要としていると示しているように思います。このように知覚することで、あなたは自分の問題解決策は、 不十分に違いなく、従って失敗は避けられないという立場に自分自身を追い込んでいますこの世が抱えているように見えるすべての問題を解決してできる人などいませんそれらは実にいくつもの段階にわたっていて多種多彩な形や内容があるように思え あなたは必ず自分では手に負えない状況に直面します。それらを考えるとき、うろたえ、憂鬱になるのは当然のことです。いくつかの問題を解決したとあなたが思った、まさにその時に、突然他の問題が持ち上がったりするのです。このようなことがすべて、 問題を認めようとしないつまり問題を解決させないようにする必死の試みの表れですもしあなたがどんな形をとっていようと唯一の問題は分離なのだということを認めることができたなら答えの妥当性がわかるので受け入れることができるでしょう今日の長めの練習時間には「 何が問題か、その答えは何かを尋ねます。すでに知っていると決めてかかることはしません。自分たちが抱えていると思っている様々な問題のすべてから、心を解き放つよう試みます。私たちにはただ一つの問題があり、そのことを認め損なっているということを分かろうとします。 それが何であるかを尋ねその答えを待つのです教えてもらいますそしてその後にその解決策を尋ねますそして教えてもらうのです今日のエクササイズは自分で問題を明らかにすると言い張らない限りうまくいきます 前から考えていたすべての概念をうまく手放すことはできないでしょうがそんな必要はありません必要なのは何が自分の問題かについてのあなたの解釈の真実性について幾分疑ってみることを受け入れることですあなたは問題を認めることでその答えが与えられていることを認めようとしていますそのために 問題とその答えがようやく結びつけられるので心の安らぎを得ます今日の短い時間での練習は時間を決めてするのではなく必要に応じてすることにしますあなたは今日いくつもの問題を見つけるしその一つ一つに答えを求めることができます私たちの努力は 問題はただ一つであり、答えもまた一つであるということを認めることに向けられます。これを認めることで、あらゆる問題は解決されます。これを認めることの中に、心の安らぎがあります。今日は問題の形に騙されません。何か困難が生じるたびに、すぐに自分自身に言ってください。 問題が解決されるよう私にこの問題を分からせてくださいその後は何が問題かについてのあらゆる判断をやめるよう試みますもしできるならしばらく目を閉じてそれが何であるか尋ねてくださいあなたの尋ねたことは必ず聞き届けられ 答えてもらえるでしょうでは始めてください